そもそもラジオ。この番組は転職の思考法、これからの生き方の著者である北野家が、そもそも論やキャリア論、ビジネス論についてぬるく考えるラジオです。今日は人が集まる場所の移り変わりを見逃すなという話をしたいなと思ってます。人が集まる場所、それってどんどんですね、やっぱり時代とか、なんかこう、なんていうかな、季節とかによって変わっていくものだと思うんですけども、その移り変わりのチェンジを見逃してはいけないっていうか、それをですね、むちゃくちゃ重要な概念だと思うので、見とく必要があるっていう話をしたいなと思ってます。で、今日のね、お話を聞くとですね、そうですね、例えばお祭りごとが好きな人とかは、多分この話すごい面白いと思いますし、あるいはお祭りごとが好きじゃない人でもですね、まあ、ビジネスの設計とか、マーケティングとかですね、広報とか、そういう職業をされている方にとっては、インスピレーションになるんじゃないかなというふうに思っています。お楽しみください。はい、ということで、そもそもラジオ始まったんですが、皆さんお元気でしょうか？私はですね、すごく、元気にしております。でね、まあ、シーズン的にもね、いつもなら結構風邪ひきやすいんですけど、今年は多分もう家にこもりすぎていてですね、菌をもらうことがないっていう、外から多分ですね、菌をですね、とか、そういうのをもらう機会がないんで、まあ、体調もですね、崩さずに、なんとか生き延びております。でね、まあ、東京のね、感染者数がですね、すごく増えていて、またね、年末年始にかけてね、みんなこう、移動が始まったりすると思うので、まあ、どうなっていくのかな、とかで、ちょっと心配ではありますけども、まあ、皆さんもね、健康第一で、安全第一で過ごしていただけたらな、というふうに思っています。で、今日は、そもそもラジオですね、YouTube 版そもそもラジオでは、今日の産業ニュースという企画をですね、やっておりまして、でそれがですね、私、毎朝ですね、日経産業新聞を一応読んでるんですけども、まあ、そこから気になったこととか、まあ、あとはニュースピックスさんとかね、そういうところから気になったニュースというものを、ご紹介して、で私なりの解釈をこうお伝えするということをしたいなと思ってます。で、やっぱりニュースとかって、ただですね、情報を聞くだけでは、まあ、ほとんど正直意味がないなと思っていて、まあ、みんな知ってるし、ふーんで終わると思うんですけど、まあ、その情報をもとに引き寄せてですね、ソワットを出す。ソワットっていうのは、だから何っていうのを考えるっていうことだと思うんですけど、まあ、そういう癖をですね、持つことは、まあ、価値があるかなと思ってまして、まあ、私ならこうやって読みます、みたいな。ことですね、ご紹介したいと思ってますね。それが、勉強になるかなと思ってます。で、今日のニュースはですね、脱グルメサイトっていう話がですね、すごい面白かったので、この話をしたいなっていうふうに思っておるんですけど、で、まずですね、この脱グルメサイトの中身はどういうことかというとですね、食べログとかですね、グルナビと言われる、まあ、食べ物をですね、食べる際に予約するサイトとか、口コミのサイトがあると思うんですね。で、この、実はグルメサイトっていうものの利用者数が前年対比でこう下がってきているっていうのが、新聞として取り上げられていたんですね。で、これ、すごい面白いなと思ってて、で、まずですね、当然コロナの影響はやっぱあると思うんですよ。利用者数が増えるっていう。やっぱりみんな外食しなくなったと思うので、その数が減っていると。でも一方でですね、ものすごく伸びている、集客手段があると。で、それがですね、集客手段というか会社があると。で、それがですね、そこで、紹介されていたのはですね、確かお寿司屋さんとか、そういうレストランとかだったんですけど、そこはですね、もう本当にもう、あと半年以上ぐらい予約がね、取れないような状態で、埋まっちゃっているっていうふうに表現されてたんですね。で、そのお寿司屋さんとかレストランっていうのも、元々は食べログとかグルナビっていうサイトを使って集客をしていたと。だけど、今はですね、何を使っているかというと、インスタグラムを使っていると。で、インスタグラムによってもう集客が十分に賄っているというふうに言われてたんですね。で、もうこっちの方が絶対いいですっていうことをコメントして表現されてました。で、なんでですね、その移行してるかというと、やっぱり手数料があって、まあ、飲食サイトですね、食べログとかグルナビさんとかで予約してですね、送客すると、大体ですね、その予約したタイミングでいくらが手数料が引かれるとか、まあ、コースであればそのコースの金額に対して手数料が引かれるっていう、払わないといけないっていうビジネスモデルだと思うんですけど、まあやっぱりその数パーセント、4% とか 5% とか 3% とか取られるって言われてると思うんですけど、まあ飲食業界にとってですね、3%、4% ってめちゃくちゃでかいわけですよね。まあそもそもね、原価率って粗利率っていうものが、まあもちろんその企業にもよりますけど、多分数十パーセント台で、で、廃棄率っていうのも飲食店は存在してますから、で考えると、まあ多分、一つの商品とか一つのサービスとかを粗利でどんだけ取ったとしても、多分 50% とか 40% ぐらいだと思うんですよね。で、いろいろ諸々の
引くと。で、そこから販管費とか当然減る、抜かれるわけなので、なので 3% とか 4% っていうのはすごくきついわけですよね。だからそれでも食べログとかグルナビっていうサイトを使わざるを得なかったのは、やっぱり集客力、食べログとかグルナビっていうものに乗ってないと一気に集客力が落ちるっていう構造があったわけですよね。だけど、それがですね、最近ではそうでもなくなってきていると。で、なぜかというと、代替手段が出てきているからだと。で、実際にこのお寿司屋さんかなの、寿司仙人かなっていう名前でインスタグラムをやられてるんですけど、今 3.7 万人のフォロワーをね、インスタグラムで持つらしいんですよ。で、非承認制なので、なんていうかな、誰でもフォローできるわけではないと。で、まずね、非承認制で 3.7 万人ってめっちゃすげえなっていう話なんですけど、でもこの 3.7 万人の価値って、食べログとかですね、グルナビの UU 数とか多分訪問数に比べるとまだまだ小さいと思うんですね。だけどやっぱりそのエンゲージメントの率がめちゃくちゃ高いわけですよね。わざわざその寿司のお店にですね、調べてエンゲージメントとかフォローしてくれてるってことなので、エンゲージメントめちゃくちゃ高いと。しかも、まあ、当然ですけど、まあ、ね、コストがゼロっていう、投稿して予約してもらっても別にコストがゼロっていうことを考えると、もうインスタグラム使わない手ないですよね。多分飲食店とか。かなっていうのは、改めて思いました。で、しかも、まあ、食べログとかグルナビっていうものは、やっぱりコンテンツがですね、フローでどんどん流れていってしまうことも結構多いと思うんですよ。レビューがね。でも、インスタグラムであれば、一度気になって、調べたものとかであれば、過去にも遡って、見れるわけなので、ユーザーにとっても、まあ、過去のね、投稿とか、あ、去年のこういうシーズンでこういう料理やったんだとか、あ、こういう、世界観だなとか、こういう考え持ってんだなってのがわかるわけですよね。でも一方で、反対側に、企業からしてもですね、としても当然ですね、それがアセットになっていくわけなので、まあ、この流れ絶対行くなっていうふうに思いますね。で、あとね、まあ、いわゆるね、これ、そもそもラジオでも昔言ったんですけど、MEO っていう、SEO じゃなくて MEO っていう、マップサーチン、マップエンジンオプティマイゼーションかなっていう、まあ、その、位置情報とかに基づくね、検索っていうものも、まあ、インスタグラムとか結構できたりしますし、そこら辺もすごく、変化してるよって話で。で、一方でその、当然ね、予約管理とかもシステムでやらないといけないので、その予約管理システムのスタートアップが伸びてますよっていう話でした。で、皆さんこれどう思います？このニュース。ね、面白いですよね。で、これ僕ね、この話、そうあったは何かというと、冒頭に言った、人が集まる場所の移り変わりを見逃すなっていうことだと思うんですね。人が集まる移り変わり。やっぱりですね、Facebook であろうが、Twitter であろうが、何でもそうだと思うんですけど、食べログであろうが、グルナビであろうが、やっぱ一番人が集まるところに人はどんどん集まってくるっていう流れだと思うんですね。で、多分、食べログって生まれる前にね、こうグルナビとかホットペッパーとかあって、それが食べログっていうサイトができて、人がどんどん集まってきたと思うんですけど、今はもはや少しずつね、Instagram とか違う場所にこう、人がね、集まりつつあると。でその人が集まる場所にやっぱりマーケットチェンジちゃんとですね移り変えられた、企業はですね、まあ、乗り切ることができるし、逆にそれに乗り換えられない人とか、企業っていうものは苦しいっていうことだと思うんですね。だからイメージで言うと、まあ、引っ越しですよね。デジタル上の引っ越しみたいなイメージだと思うんですよね。これまでは食べログにとかグルナビに、まあ、なんていうかな、店を置いてたけど、それがインスタグラムに移動して、行って、で、まあ、もしかしたらね、将来 TikTok とか新しいものに移動していくっていう、まあそういうね、流れっていうのが今後もあるんじゃないかなというふうに思います。皆さんはどうですか？で、これね、キャリアも多分一緒だと思うんですよ。キャリアもやっぱり自分のね、まあキャリアとかって、まあ5年前とか10年前であれば、今いた自分のね、産業とかに一番優秀な人で、一番才能のある人が集まってきたかもしれないけど、やっぱり移り変わっていくものだと思うので、それにですね、ちゃんと波に乗るっていう視点は、キャリアにとっても重要な視点なのかなっていうふうに私は思いました。はい。ということで今日はですね、人が集まる場所の移り変わりを見逃すなという話をしてみました。いかがだったでしょうか。この産業ニュースね、今日の産業ニュース、結構僕楽しいですね。皆さんどうですか？ね、コメントいただいて、この産業にすごいいいですっていうコメントも、すでにいただいてて、ぷっぷくラジオさんにいただいてて、ちょっと続けてみようかなと思ってます。皆さんの声とかですね、コメントとかいいね、ぜひお願いします。あと面白かったらチャンネル登録もお願いいたします。はい。ということで、そうですね。私がプロデュースしているオンラインサードプレイス、ショーズですね。会員数が実はもうすぐ130名をいきます。100名、110名、120名、130名とどんどん増えておりまして、もしご興味あればエントリーしてみてください。概要欄に貼ってます。以上、北野ゆかでした。さようなら。